次に踊り込んでまいりましたのは高円寺の東京天水連でございます。別長岩波幸宏さんもはじめ45名の皆さんです。天水とは徳島の言葉で天から来る水と阿波踊りさえあればよいというほど阿波踊りの大好きなこと。昭和60年、わずか17名で結成したこの東京天水連。女踊りはしなやかかつ凛とした踊りで、男踊りは腰の低さを追求し、威勢よく、そして豪快な踊りで祭りを盛り上げます。全身に響き渡るお囃子とキレのある踊りをぜひご堪能ください。続きまして踊り込んでまいります。